千葉拓三郎千葉拓三郎明治16年11月13日は日本の武士、教育者、自由民権運動家。市議憲法、日本帝国憲法の起草者として知られる。1852年8月2日、仙台藩、道の国栗原郡、仮敷村に、 仙台藩の下級氏族である千葉宅の進むとめかけの地下の長男として生まれる。3歳の時に母親が千葉家を去り義母に育てられる。11歳で仙台藩藩校、養剣堂にて大月番刑に指示。1868年16歳にして母親戦争勃発。仙台藩士として出征、白川口の戦いに参加するも敗戦を経験する。 その失意から、1871年に上京し、神田スルガ大のニコライより受選。1872年、地元の水卓圏に設けられたハリストス正教の祈祷書にて洗礼を受ける。1974年に、神仏不教の罪で服役。1875年に、ニコライの元を去り、安井側権に支持するも1年で、安井が亡くなり、 カトリック宣教師ウィグルスに指示。1877年にはプロテスタント宣教師のロバート・エス・マクレイに指示。各地を遍歴し、医学、数学、ロシア語、国学、浄土真宗、儒学、聖教、カトリック・プロテスタントを学び、一時は商人に転校する。1880年春より自由民権運動が盛んだった神奈川県西多摩郡。 五日市町の村立小学校、官能学校に勤務。同校は、同じ仙台藩出身で、母親戦争の敗北を経験した、長沼織の進むが校長を務めており、長沼の辞任後、千葉が二代目校長となる。1881年、市議憲法、日本帝国憲法を、教え子の深沢本八らと寄贈したとされる。1882年には、持病の結核、 異病が悪化し、療養生活に入り、1883年11月12日、治療の会なく、東京府本郷区の竜岡病院にて死去。去年31、養女により、宮城県仙台区の北山御山、私福寺に葬られた。1967年に、深沢家の土蔵に眠っていた、千葉の大量の文書や蔵書が偶然日の目を見た。 1968年、色川大吉、東京経済大学教授第二高等学校から、東京帝国大学に、進学により、深沢家土蔵から、市議憲法、日本帝国憲法が発見され、五日市憲法と名付けられた。その後、同憲法起草地である、東京都西多摩郡五日市町の五日市中学校、出生地である、宮城県栗原郡市は姫町、 および墓地がある仙台市の私服寺に記念碑が混流された。ありがとうございます。